ね。嬉しい。ヤッホー。ツイッターにシェアシェアシェア。名前が上がってたみたいで、はい。ストする。行けた。18時半から公演です。ナンバラ。来てねー。ナンバラ来てねー。行けたかな。ありがとうございます。でも仕事中か。さすがに木曜日。リップこれ。ずっとこれ作ってる。そう、最近9期生がナンバラ公演いっぱい出てくれてて。昨日の M 公演も2人9期生の子出てくれてましたよ。すごいね。初めましてじゃないやろ。あれ、あやみちゃんおる。お、横浜会いに来てくれば。明日の12時半までオンラインお話し会とか握手会募集中なんで、ぜひよければ、暇やったら、予定出たら会いに来てほしいです。もし予定空いてたら。シェーディングスの汗出た。気をつけるわ。サンガリアのちゃん、お前よく見えました。ぜひ会いに来てほしい。売り切れちゃう前。締め切りは朝から晩まであるので、記事受付は明日12時の明日12時の時です。お、明日公園行きます。緑と白です。レイヤー入れてるんで、髪の毛に。あれなんですよ、スカスカなんですよ。レイヤー入れちゃったから、仕事が決まったので。お、よかった、予定空いてるってこと。じゃあその日会いに来て。やったぜ。そう、お願いします。多分今髪の毛伸ばしてるから、みんなに会えるのいつやっけ。6月とか8月やった気がするねんな、リアルイベント。6と8やった気がするから、今何月や、今4月で、あと2ヶ月もあればこれぐらいまで伸びるから。あと4ヶ月あればこれぐらいまで伸びますよ。私もう髪切らないからさ、一旦ちょっと伸ばそうと思って。そう、ほんまに気分けど、そのツインテールしたくて、アイドルのうちに早めにしとこうと思って、ツインテールみんなに見せたい。そう、伸びんの早い。でもいつ切ったかな、去年12月とかに切って短く、いや切りすぎたと思って飛ばしてる。大阪検討中を握手会ですか。ぜひ来てほしいな。そう、なんか頭皮マッサージがいいらしくて、なのでやってる。なんかサンドが皆さん来やすいかなと思うので、大阪はサンド。ちょっと目を明るくしてみよう。明るなった。こんにちは。で、はっきりなった。ゴリラコーデ、画質良くなったかな。それありがとう。そう、ロングとまでいかへんかもしらんけど、まあ、ポニーテールできるぐらいまでには伸ばしたいな。これね、飼育員さんが描いたんですよ。グラビアやってると髪長い方がすごい映えるのでいい。でもボブのグラビアも私好きですよ。めっちゃ可愛い。今日7期はまいちゃんとあいか3人。あ、7期が一番先輩や。どうひゃ頑張る。珍しいよね、7期もでも4年目とかやから。ぜひショールーム中に握手会の受付中なので申し込んでください。オンライン話し会ってマスクしていい？オンライン話し会ってマスクしてる人いあれ外してるイメージですね。あ、でもしてらっしゃる方もいるんかな。どっちやっけ。あ、でもしてても大丈夫やった気がします。なんかスタッフさんに
顔見せて、ああそうや、そっからマスクつけるとかですかね、多分。そうやそうや、そんな気がね。あったわ、すがさすが私の方が長いはずない、マスク OK さ、そんな気がしますよね。確かに一瞬顔確認させられさせ、してもらう、してもらう時間だけこうして、そうやと思う、どうやろうかな気がしてきた。うん、だから全然マスクしてて大丈夫ですよ。うん、歯医者でも芝治療してきたんや、えらいね、お疲れ。芝かどこらへん、でも私親知らずどかなか、親知らずあるって言われた、この前歯医者行った時、ここの肉取りたい、いつもマッサージして青空カフェって名前や、握手会ナトになってる、まあいいや、恥ずかしいのでマスクします。お、そう、岩盤浴とサウナの違いみんなに聞いたのは、どっちか行きたいけどどっちが効果的かわからなくて、その肉体疲労を取るにはサウナがいいって聞きはしたんですけど、私岩盤浴が好きやから、あとサウナはお肌が乾燥するみたいなことも聞いて、え、そうならしいんです、お肌乾燥するの、あ、蒸発、なんか熱い温度やからですかね、どうなんですか、有識者の方だから岩盤浴の方がいいかなってなってて、などっちがいいんでしょうか、結局頼む、誰か教えてくれ、うえー、なんかでもどっちがいいんやろ、これ腹ペコ青虫の T シャツ、どうですか、靴下はミャクミャク、あー、じゃあ岩盤浴にしようかな、お、はじきそうと私が B2 コロナどうしよう、なんか気になったので少しですか、私からマスクありますね、嬉しさが今早口に出てると思います。疲れてる時に岩盤浴とかサウナとか行くじゃないですか、疲れてる時ってそこに行くまでがしんどいじゃないですか、やから行くのがちょっとめんどくさいな、私とか多分見る機会あんまり今までなかったと思うけど、なるほど、最近私移動中公園歩きながらとか気になったって言われるのが一番嬉しい、めっちゃ嬉しいです、ちょっとそれ言ってくださいね、移動中に片耳だけイヤホンして音楽聴いて、片耳はつけてないんですけど外の音聞くために、最近は平成曲にハマってて、でも平成曲って言ったら失礼になるのか、もうあの平成に流行った曲ばっか聴いてます最近、やっぱええ曲やなって、今時の曲もええけどやっぱりあの頃の曲って感じで超いい、腹痛にとっても大丈夫、あと6分や、分からない、明日のネタ楽しみ、そう明日は私のラブアッシュの相方が誰かっていう最近愛子さん聞いてる、仲良しですとか、いろいろ聞いてる、チャットモンチーさんとか聞いてる、椅子の極み乙女さんとかも聞いてる、でもあかんない、平成生まれだよ、当たり前か、オレンジレンジさんとかも好きだし、オレンジレンジ、はい、何やっけ、めっちゃ有名な曲、あれ何やっけ、チチ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 チですか、あー、はい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 、歌っちゃダメなのか、歌っちゃった、維新電子も有名です、超時差でしたけど時の流れが、昔よく聞いたよね、上にお姉ちゃんおるし、
パンポーブチキンさんもお姉ちゃん好きやったからその影響で聞いてました。こっそりね。そう、4個上目からだいぶ離れてる。そんなこともいないか、ちょっとだけ離れてるか。じゃあ会ってすらないもん最近。もうすぐじゃない？マジで舞台本番。見て。行く人いるかな？見たわマジで。あ、ゆかたんとわかたんもそんなに離れてんのよ。意外。ゆかたんが。身長高いからちっちゃく見えへんのかも。年齢大人っぽい。若田も大人っぽいけど、ハンジよりは短い。ハンジは髪伸びるの早いのよ。行ってみようかなって思ってくださってる。高いっぽい。やばい、ショルも終わったらダッシュで着替えに行く。やばい、ショルも着替えな。やばいやばい、またリスギや。今日出はる。誰ポジで、あれかな、あの出口、あ、うん、おゴリラ、うん、あ、メリーノッキー、オーケーです。あ、お楽しみに。だから急がない急がない急がない。13位はおっくんさん、12位がピヨピさん、あれ11位、今日は11人でね。あれ消えてるな。嘘、おっくんめっちゃ太ったで。2キロ太った。みんなに言ったっけ、いける太った。じゃみんなでマジでダイエット一緒に頑張ろう。しましょう。しても何してますね。引き締めよう体を、はい、引き締めよう、はい、ほんまに。まずは食事制限してます私先。お、何、どんな感じ。あの朝をヨーグルトとか、うん、お昼サラダチキンとか、うん、量を少なくとヘルシーなやつにしてます、うん、え、で公演終わった後は。公演終わった後は普通のご飯。あ、お弁当とか、はい、です。そうだね。まず、はい、あれよな、自分の摂取カロリーを減らさなあかんもんな。そうなんです。結局運動量とか以前に食べ過ぎちゃうので、うん、私は。けど栄養あるものをちゃんと食べる。そうなんです。え、骨格ストレートです。お、一緒。え、一緒ですか。ここら辺の厚みがさ、え、そうなんです。だからさ、あのね、南原公園のあのね、あの、あれオープニング、はい、オープニングの衣装、私もあれよく着てるんですけど、今日も着るんですけどね、今から。まあまあまあ、はい、そうですね。あれめっちゃさ、お腹出てるように見え出ます。スタイルあんまり私そうなんです。体に多分合ってないんですかね。ストレートって上が分厚いんですよ。そう、そうなんです。厚みがすごい。あ、呼んでくださいね。そうなんですよ、引き締めましょう。から2キロ増えて、去年から2キロ増えて、で加入から合わせると4キロ増えてるんです。私実は最初カリッカリやったっていうのもあるんですけど、運動してたから、そっから4キロ増えてるんですよ。だから2キロ落とす。衝撃の事実でしょう。でも何キロかは言えない。あ、でもずっと中高、小中高運動してたから、その筋肉が脂肪に変わったとかも絶対あるとは思うんですけど、身長は1センチとかしか伸びてない。公式プロフィールの写真新しくなったんですよ。なんか白い、白って感じの白い服着て、なんかメイクもナチュラル。メンバーみんな自メイクの子もおるのかな、どんなの。メイクさんにメイクしてもらった。こんな感じで他のもランキングしよう。いきまーす。変わったらすいません。13位、鉄メガネさん、ありがとうございます。12位、エイジさん、ありがとうございます。11位、ユリイカさん、ありがとうございます。10位、マルくんさん、ありがとうございます。9位、野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。8位、なめさん、ありがとうございます。7位、ブッキーさん、
ありがとうございます。6位高幸さん、ありがとうございます。5位ジョセフさん、ありがとうございます。4位アラケンチョビさん、ありがとうございます。3位ナヨさん、ありがとうございます。2位ピピさん、ありがとうございます。1位松さんです。ありがとうございます。じゃあまた公園で会いましょうね。やばい着替えな、着替えな、やばい、もうやばい、僕らも着替えな。バイバイ、公園見てね。18時半からです。シャリさんおもろいな。ごめん、これだけ何や。